現地にある記念館ギュルス収容所は、フランス南西部の町、ギュルス、アキテーヌ地域圏のピレネーアトランティック圏に1939年から、フランス政府によって設置されていた強制収容所である。もともとは、スペイン内戦の終戦時に、フランシスコ・フランコの建てた新しいスペイン政権を恐れて、フランスに逃れてきた難民を収容するための施設であった。 第二次世界大戦が勃発すると、フランス政府はドイツをはじめとする数軸国の国籍を持つ者及び当時のフランス政権にとって危険とみなされた自国民を通常の犯罪者と共にギュルスに収監した。1940年にフランスのビシー政権がナチスドイツと休戦協定を結んでから刑務所となっていたギュルスの収容所をユダヤ人の強制収容所とし、 フランス国籍でないユダヤ人を収容した。またそれまでと同様に政治犯、思想犯もギルスに収監した。ナチスドイツの撤退後はドイツ人の戦犯とフランス人のナチ協力者を収監した。なおドイツ占領下のスペインでの抵抗勢力が連合国から見るとフランコ政権を脅かすとされたことから1946年に閉鎖されるまで彼らの収監にも強された。 ダスインターニラングスラガーフォングア写真付き解説。ありがとうございます。